東大生ママとフリーターママの笑顔で子育て、笑子そチャンネル。はい。東大生ママののっこです。フリーターママのともです。はい。このチャンネルでは、笑顔で子育てしていただけるね、していけるような、情報をたくさんお届けしています。はい。ということで、はい。いつもご視聴ありがとうございます。はい。ありがとうございます。前回ね、ちょっと残念だね。うん、ニュースで、子供のね、自殺者が過去最多なんだよっていうところで、ね。子供が減ってんのに、自殺者、子供さんの自殺者が最多になっちゃったら、どうすんのさ。ね、もう、未来がないさ、日本人減っていくさ、っていうね。これは緊急事態。で、そもそもね、子供の自己肯定感なんて言ってるけれども、私たち大人っていうか、日本国民全体はどうよっていうね、話を今回ね、ちょっと行こうかなと思ってね。これはね、2019年だね。今年だね、ワールドハピネスリポートっていうのがね、あったんだけども、日本の幸福度ね、日本人の幸福度ね、これなんとね、先進国最低なのよ。最低。日本国民が、私は幸せであると感じるっていう人が、著しく低いっていうこと。今、まあ、リア充な日本人が非常に低いということよ。これはね、残念なことにね、130カ国で調査した結果、日本ね、何位だと思う？先進国で最低ってことは。先進国で最低。130国調査しました。日本何位でしょう？まあ、半分以下やろうね。80位ぐらい？おう、そこまでじゃなかった。58位。でも、まあまあ低くない？ 58 番目って。そうよね。だって満たされてるんだよ、経済的にとか。うちら何不自由なく、物とか買えるじゃん、みんな。で、別にさ、守られてるからさ、夫、保護も受けられるしさ、のたれ死ぬみたいなさ、諸外国みたいなさ、生きるか死ぬかみたいなことってないじゃん。そんなことはないもんね。ないでしょ？で、満たされてるよね。大体。食べ物もね、着るものも、家も、大体ある人が多いわな。ほんと。だけども、幸福度58位。幸福じゃないと。そうなのよ。でね、幸福度が高いね、トップ3ってね、北欧なんだけどさ、1位フィンランドよ。1位フィンランドね。2位ノルウェー、3位デンマーク、北欧なんだよね。あら。福祉大国だよね。あんな寒いのに、何がそんなにいいんだろう。で、私ね、それでね、聞いたよ。で、ほら、秋、私たちね、同級生ね。フィンランドに住んでるのね、フィンランド人のね、旦那さんと結婚してね。もうすごいね、自然があって素敵なとこみたい。それは行きたいね、ともちゃん。そうよね、ほんとよね。今からオーロラが見えるって、もうどんな家よ。すごいよ。ね。でね、なんでさ、そのさ、フィンランドってさ、幸福、まあ、世界ナンバーワンなのっていうふうに私ね、聞いたの、本当に、リアルに。何がいいの？フィンランド人はね、自覚してないって。だって、他と比べないじゃん。なるほどね。他の国に住んだこともないしさ、自分たちもさ、他の国の人に比べてさ、幸せかどうかなんてわかんないさ。だけど、やっぱりね、どうっていうとね、まあ、自然が多いでしょ、のびのびとさ。で、教育も最先端行ってるしね。今ね、お子さんに対する教育っていうのもさ、もう本当に自由にのびのびとその子の個性を伸ばすっていう教育だからさ、フィンランドは。最先端。で、あと、政治はね、とってもクリーンだって。あ、そう。そしてね、なんかこう、だから、ドロドロしてないだろうね。美しい自然とともに。で、みんなのびのびと、あとはね、気質は日本人にとってもね、似ててね、恥ずかしがり屋さんでね、真面目なんだって。で、仕事はもう8時間ってもう決まってるから、残業とか変なもんないし、自分が好きなことをできるみたいな、余裕を持ってるのみんな。そう、でもう全然さ、国が保障してくれてるからさ、学費とか無料だったりするでしょ？大学まで無料やもんね。ねえ、18歳、もう、なんだろう、お医者さんもね、病院にしても、病院も全部ね、無料だから安心。があるよね。まあ、学費と、その医療費が、保障されてるっていうだけで、生活にゆとりが出てくるよね。っていう全般的なことを、
まあ、想定すると困ってないっていうかさ、日本やったら、うん、あの生きていくために働くっていうね、大体、うん、そうだね、一日のほとんどの時間が大体働くっていう時間やけど、うん、それ生きていくためやもんね、うん、そう、なんかこう本当にね、生き生きと自分のライフワークで、うん、楽しく仕事しながらね、生きてる人ってね、本当日本人だったらね、もう 1%、2%、3% いないだと思うな。ほとんどの人は、うん、うん、もう生きるために働く。というか、家賃を払う、教育費のために、うん、まあ、いやいや働いてる大人が多いっていう現状だよね。よね、それはもう満足度が58になる。うん。うん、で、満員電車に揺られて、朝からもうね、憂鬱な顔して、で、その憂鬱な顔した人たちと一緒に顔つき合わせて、はい。で、まあね、子供たちもそんなね、大人を見て、未来大人になることに、なんかロマンを感じないよね。うんうんうん。小学生にアンケートとかするとね、お父さんとお母さん、ね、見ててね、大人になりたいと思いますかっていうのね、全員ノーなんだよ。大人になるっていうことね、あのね、残念なことにね、全くね、大人に魅力がないっていうこと。残念。でもね、このハピネスリポートなんだけど、寿命は日本めちゃめちゃ高いんだよね、世界の中で。健康寿命、世界2位だよ、2位。寿命めっちゃ高い。健康寿命は2位。なんか、あの、悶々と生きてる時間が長いってことじゃないの。しんどいね。辛いけど、長くいけない、うん、生き地獄やん。うん、そう、そうやん、そういう人多いと思うよ。で、健康寿命は2位じゃん。じゃあ何が足を引っ張って全体的に日本の、幸福度下げてるかっていうと、これ、まず社会的自由、ね、社会的自由を感じるっていうのが64にね、うん、低いわ。やっぱり自由がない。うん。うん、そしてね、もう一つ怖いのがね、うん、他人への寛大さとかね、そう、寛容さみたいなのもね、世界92位。うん、他人に対して寛大であるっていうのが、うん、だから、他人に優しいっていうかさ、うん、他人に対して寛大であるっていうのが、世界92位で、うん、心がめっちゃ狭いってことなんだ。やだ、やだ。で、トータルで考えると、健康でそこそこお金はあるけれども、うん、他人に対して不寛容で、とっても不自由な国っていうポータルなんだよ。ちょっと悲しくない？辛いな。おもてなしの国じゃないじゃん。そう。おもてなしのね、すごい素晴らしい精神はあるんだよ。和の国じゃないじゃん。うん、いや、そういうところあるんだけども、うん、全体的には、まあ健康でそこそこお金あるじゃん、みんな。だけど、まあ医療も発達しててね。だけど本当に自由で、楽しく生きてるっていう人は少ないんだよ、うん。で、自分が幸せじゃないから他人にも寛容じゃないんだよ。だって、ハワイとかさ、その南国の人たちってさ、はーいってみんなにさ、挨拶したりとかさ、うんうん、やっぱり、こう、なんか明るいじゃん。うん、ね、うん、だから、なんか、自分もハッピーじゃないから他人にまで心配ってるっていうもないもん ね。それはあるよね。うん、もう、で、放送やもんね。うん、そうなのよ。奪い合い。そもそも、うん、そもそも、日本人自体がこう言って自己肯定感というかさ、幸福度が下がってきてるわけ。ということは、まず大人がさ、生き生きね、楽しく生きていかないとさ。そうやね。やっぱりそれを見せないと、多感な中学生、高校生は生きててももう意味ないわと、価値ないわと思って、命をね、自らね、うん、落とすっていう選択にもそらなりかねないから、うん、あかん子、まあ、ね、あんな大人になりたいからっていう、うん、そういうね、キラキラした大人でいたいよね、うん、でやっぱりそうやってキラキラした大人が増えていくとね、うん、日本全体明るくなっていくわけだからさ、うん、家帰ってさ、仕事しんどい、辛い、暗い顔して大人になるのは大変だよなんていうふうにお子さんにはね言わないでほしいなっていうね。と、うん、いうことは自分が生き生きね、生きていなければいけない。で、誰のために働いてんだと思ってんだ、みたいな感じで言われるとね。うん、そう、それでさ、ね、あんたのために教育費がかかるからさ、こうしんどい働くしかないのよなんて言っちゃった日にはさ、ねえ。でもそれが現実なんだけども、うん、まあそこあたりで私たちがね、もう一回日本人考え直してね、うん、本当の幸福って何だろうっていうね。ブータンとかもさ、幸せの国とか言うけどもさ、物じゃないんだよね。うん、物じゃないんだよ、幸せって結局。物質じゃないんだよ。心の豊かさ。
だったりとか、うん、自由な時間であったりとか、うん、まあそういうところなわけでしょ、結局、うん、人間が幸せだって思うところは、うん、そうだよね、物質は満たされて、もう経済的にはトップクラスになって、日本人がこれだけアンハッピーであるっていうことはよ、物質じゃないんだよ、うん、やっぱり自由だとか、うん、自分らしく生きるっていうことが今必要なんじゃないかなっていうところ、ね、なるほどね、本当日本人として残念だね。そう。っていうね、レポートでございました。私たちから、ね、じゃあ私たちからもうね、やっぱり幸せに、ね、うん、なって子供たちに背中をね、うん、見せていかないといけないね。うんうん、そう、と思ってさ、こう、憧れる大人とかさ、キラキラしている大人が増えていくといいなっていう。ね。まあそういうプロジェクトもやっていきたいぐらい。だからこうやってね、ママたちもさ、うん、別にさ、ちょっとしたさ、楽しいことがあってさ、趣味でも何でもいいよ。うん、一生懸命やってて楽しそうなさ、ところ見せていきたいよね。大人になったら楽しいことあるよってさ。そうね、まず笑顔で楽しめるようなね、大人が増えるといいよね。ママもね、パパもね、そうね、一般のみんなもね。はい。私たちは企画的ね、好きなことして生きてるけどさ、うんうん、まあそれもね、でも、うん、あのしんどい時代もあった中でね、努力して、ね、努力して自分たちで笑顔を取り戻してきているので、うん、ね、できるできる、みんなできるからね、うん、みんなで楽しくね、生きられるように、ちょっと、うん、ちょっとでもね、親子に立てたらなと思ってね、うん、そうっていう活動もね、これからしていきたいと思います、ね、うん、はい、やっぱり大人が元気になっていこう、そう。大人から行こう、うん、やっぱりシャンパンタワーだもん、そうそう、大人が幸せで、子供たちもっていうところだもんね、うん、まず私たちだね、うん、そう、うん、はい、というところで皆さんね、楽しいこと見つけて、まあお仕事もね、自分が好きなことね、うん、できるように、スキルをね高めるなりなんかね、そうね、まあコツコツ努力してた、まあね、私たちもね、うん、まあ一専業主婦から今はこう個人事業主としてね、うん、自分でやってきているので、うん、本当そういうこと興味ある人がいればね、うん、コツコツどんな風にそういう自由を、うん、で好きなことを仕事にするっていうね、うん、ことをやっていくのかっていうのも興味、ご興味があればお伝えしていけたらなと思いますので、ね、うん、ぜひまたコメント欄にでもね、はい、うん、教えてください。はい、もう今回もね、長い動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね、次回の動画でお会いしましょう。はい、チャンネル登録グッドボタンいただけると嬉しいです。ありがとうございます。ではまた次回。はい。